大阪教育大学附属平野小学校。大阪教育大学附属平野小学校は、大阪府大阪市平野区にある国立小学校。大阪教育大学附属小学校3校のうちの1校である。大阪教育大学の前身である大阪府主犯学校には、1890年、明治23年に女子部が併設された。女子部は1900年に独立して、 大阪府女子主範学校、天王寺桃山、住所表示では、大阪市南区天王寺北山町、小宮町、現天王寺区となり、その際に教育実習のための付属小学校が、同式地内に設置された。1927年、昭和2年3月、大阪府女子主範学校、付属学校園は、現在地に移転、当時の住所表示では、 大阪市住吉区平野流町254番地。1947年大阪第一市販学校女子部附属国民学校高等科が振り返る形で学生改革により現在の大阪教育大学附属平野中学校が開校している。1961年特殊学級当時の名称を設置。特殊学級は 付属平野中学校の特殊学級、1963年設立と統合した上で、1966年に現在の大阪教育大学付属特別支援学校が独立開校している。2010年に創立110周年を迎えた。学校教育目標は、一人で考え人と考え最後までやり抜く子であり、意欲的、主体的に学び、 共に高め合い、真摯に取り組む子を目標としている。またそのための実践研究が行われている。2016年、平成28年より4年間、文部科学省研究開発学校の指定を受け、未来を、創造、創造し探求する新教科、未来創造科を創設。近隣に所在する御公園、付属幼稚園、付属平野小学校、 付属平野中学校、付属高等学校平野校舎、付属特別支援学校と連携した教育研究活動が行われている。大阪府市販学校女子部は1900年に大阪府女子主販学校として天王寺桃山に独立移転する。この時すでに設置されている大阪府市販学校付属幼稚園、北区上安町、現在の中野島四丁目も同時に移転し、 附属小学校を新設。大阪府女子市範学校附属幼稚園とは校舎を共用していた。1922年、大正11年8月17日、大阪府女子市範学校に隣接する民家の新築工事現場で火災が発生し、大阪府女子市範学校の寄宿舎や食堂にも、類称した。付属小学校には、被害はなかったものの、 火災の復旧の際に、かねてから校舎が老朽化していたことで近いうちに、校舎改築が必要、付属小学校が過密傾向にあり、拡張が必要になるが周囲が市街地化しているため拡張はままならないなどという点が考慮され、大阪府女子市販学校及び付属学校園の郊外移転という形での復旧、設備拡充の方が適切だと反された。 当時の東成群平野号町、1925年、大阪市に編入し住吉区となる。文句で1943年東住吉区、1974年平野が、大阪府女子市販学校を誘致し、移転先として6000坪の土地を1924年9月に大阪府に提供た。1927年3月に平野、 当時の住所表示では、大阪市住吉区平野流町254番地の現在地へと移転している。平野移転当初は、付属小学校と付属幼稚園とで校舎を共有していたが、付属幼稚園は1963年に独立園舎移転している。なお、桃山の旧敷地は、1927年1月の火災で校舎を消失した大阪府立天皇。 自中学校、現在の大阪府立天王寺高等学校が、仮校舎として一時使用した後、1934年、以降大阪府立夕日が丘高等大学校、現在大阪府立夕日が丘高等学校が、使用している。国民学校令の施行により、1941年4月1日付で、大阪府女子師範学校付属国民学校へと、改称した。 また1943年の市販教育例の改正により市販学校は都道府県から国に移管されることになった。これに伴い大阪府女子市販学校は大阪府立から管立に移管された上で大阪府天皇寺市販学校をかつての大阪府市販学校男子部と再統合する形で大阪第一市販学校へと改編された。これに伴い 大阪府女子主犯学校は大阪第一市販学校女子部となり、付属小学校も大阪第一市販学校女子部付属国民学校へと改称された。太平洋戦争の戦局悪化により、一九百四十四年には学童集団疎開を行うことになった。初等科3から六年の児童が集団疎開の対象となり、南河内郡川上村、現在の河内長野市、 関心寺へ疎開した。関心寺に疎開者対象の文教場を設置し、文教場は、くすのきご国民学校と称した。九百四十五年には、学校での授業は停止された。九百四十五年度入学の一年生については、入学手続きを取った上で、延古疎開させた。また九百四十五年度2年生の希望者は、集団疎開へ参加した。 高等家児童は学校に残留し、学校農園での野菜作りに動員されていた。高等家児童は1945年5月以降、中郷地郡上村、現在の平野区上地区の工場に勤労動員され、軍服のボタンを製造する作業に従事した。太平洋戦争の終戦に伴い、終戦の翌日、1945年8月16日に、 高等科児童の勤労動,動員は解除されている。また初等科児童の集団疎開は1945年10月に引き上げとなり、1945年11月より学校が再開している。学生改革により、1947年4月1日には新生小学校へと改編され、大阪第一支配学校女子部付属小学校と称した。 また高等化は廃止となり、高等化を母体とする形で付属中学校、現在の大阪教育大学属平野中学校が発足している。また1949年には学生改革で新生大阪学芸大学が設置された。1951年までは移行期間として新生大学と旧生師範学校が併存し、1951年に 新生大学へと完全移行した。大学の改変に伴い、1949年7月30日には、大阪学芸大学大阪第一師範、学校平野付属小学校、1951年には、大阪学芸大学付属平野小学校と、称している。1961年には、特殊学級、当時の名称を設置した。特殊学級は、 付属平野中学校の特殊学級、1963年設立と統合した上で、1966年に大阪学芸大学付属養護学校、現在の大阪教育大学付属特別支援校として独立開校している。1967年には大学の名称変更により、大阪教育大学付属平野小学校と改称した。 その後1973年には大阪教育大学教育学部付属平野小学校と改称した。大学の独立行政法人化により2004年に現在の公明大阪教育大学付属平野小学校となった。学校教育法に基づく小学校教育を行うとともに大阪教育大学の付属学校として教育の理論や実践に関する研究、 同大学からの教育実習生の受け入れなども言っている。学級は1クラス35人3クラスで構成されている。原則として学校までの所要時間50分以内に居住する。学校が範囲指定ものしか受験、通学できない。転居などで指定範囲から外れる場合転校しなければならない。50分以上の場合でも許可が下る場合がある。 2012年より1学年男女合計105名以下で、そのうち60名程度は、付属幼稚園から連絡入学する。ペーパー、行動観察、実技、個別指紋で、総合評価される。学年の約80%連絡進学希望者が、大阪教育大学付属平野中学校へ連絡入学する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。